墓参りもね済んだ、除草剤も撒いた。さあ頑張って帰ろう。友達がいないかなと思ってね電話をしたんだけど、今日は家族サービスなんて言われました。いろいろね、パソコンとかさガラクタでお世話になってる友達なんだけどね、でパソコンをさ1台また取りに来いっていうことだったもんだから、こっち来た時にね寄ろうと思ってたんだけど、たまたま思い出して前を通るからさ、いたら寄ろうかなと思ったんだけどね、残念ながら家族サービスの日でございました。まあね、家族サービスも大事だからね、そんなさ邪魔をしたらダメだよ。じっちゃんごときがね、独居老人のじっちゃんごときがそんな家族サービスの日をさ邪魔したら罰当たるからね、じっちゃんはおとなしく帰ります。ということでね、トヨタ車体前だ、トヨタ車体研究所前を過ぎてひたすら鹿児島に向けて走ります。どうしようかな、10号線下るかな、多いかな、高速乗った方がいいかなとも思うんだけどね、でもね高速もね中途半端なんだよね、混んでなかったらさそんなに時間も変わらないし、
はい、やっとマイホームに着きました。疲れたね。まあ疲れない方がおかしいんだけどね。はい。で、走行距離を888.8キロ、5時55分。なんかあれだね、数字がさ全部同じ数字が並んでるね。時計も走行距離も。はい、ということでね、いやーゴールデンウィークのね、じっちゃんの放浪の旅も終焉を無事迎えることができました。それでは皆さん、次回の動画でお会いしましょう。さよなら。